吉川元春、吉川元春、毛利元春は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。毛利元成の次男。母は、吉川国常の娘、妙旧。同母の兄弟に、兄の毛利隆元、弟の小早川高景、その他異母の兄弟が多くいる。父、元成によって藤原南家の流れを組む秋国の名門、吉川氏に養子として送り込まれ、 家督を乗っ取る形で相続した。以後、毛利良川の一人として、弟の高影と共に、もう都市へ発展の基礎を築き上げ、主に山陰地方の司令官として貢献した。協力三年、1530年、毛利元成の次男として、秋吉田軍山城で生まれる。天文九年、1540年、 出雲国の天子春久が侵攻した際に行われた吉田軍山城の戦いにおいて、玄服前ながら父の反対を押し切って出陣し、見事に偉人を飾った。天文12年、1543年8月30日、兄、毛利隆元により元の兵器を受けて元春と名乗った遺説あり。天文13年、1544年12月20日、 実子がいない、元なりの弟、北治政と、養子契約を行い、北治勝の死後に所領を譲り受ける契約を、行った。天文十六年、1547年、自ら望んで、熊谷信直の娘、新城局と結婚する、口述。天文十六年、1547年七月、母方のいとこの吉川おきつねの養子となる。これは、 おきつねと仲の悪かった叔父、慶生をはじめとする、吉川家臣団の勧めもあって、おきつねがやむなく承服したものであるとされている。条件は、おきつねの生命を保障すること、おきつねの子、千宝師を元春の養子として、成長後に家徳を相続させることであった。同年うる七月十二日、吉川慶生、市川行幸、今田常隆が伝承の血板起分によって、 元成、り、元、元春への忠誠を誓い、うる七月二十五日に元成、り、元、元春は返答の連書記章文を送っている。天文十九年、千五百五十年、元成はおきつねを強制的に隠居させると元春に家督を継がせて吉川氏投しとした。そして熊谷信直らに命じておきつねと千宝氏を殺害しており、これが 毛利も隣の長略であったと言える。以後、秋国大長の小倉山城に入った元春であったが、より用外の地である日野山城を築き、拠点を移動している。そして弟の小早川高景と共に、毛利の両川と呼ばれ、山陰地方の政治、軍事を担当した。高次元年、1555年、五福島の戦いにおいては、吉川軍を率いて、 小早川軍と協力し、東春方率いる大内軍を撃滅した。工事2年、1556年からは、岩見国に遠征し、天子春久と何度か戦うも春久に退けられる、忍厳崩れ、高炉坂の戦い。工事3年、1557年に、父が隠居すると、高影と共に両川として、もう都市へを実質的に支えることとなった。5年、 1562年、元春は、胸部や腹部の激痛を伴う石臭の病、いわゆる尺にかかり、毛利元成は、乗りあや、昌林寺、八木ー竹子生といった、先住医ではない、寮内の医師を動員して、元春の治療に当たらせ、さらに、京都の医師、山和春元を新城備の山城へ往診に向かわせ、元春の治療に当たらせた。A68 年、 1565年、第二次合算戸田城の戦いでは、主力として参戦して、武功を挙げ、A69 年、1566年に、天子義久を降伏せしめている。しかし、A62 年、1569年からは、天子市最高を願う天子家休心の山中、後世ら率いる天子最高軍と戦うことになる。布部山の戦いで、 天子最高軍を撃破するも、同年には、もう都市へと敵対する、大友総林の下に帰職していた大内氏の一族、大内照広が、数王国に侵攻してくる。これに対して、軍権を与えられていた元春は、大友家の援軍が十分に集っていないうちに、照広を攻めて、自害に追い込み、大内照広の乱、元気2年、1571年には暴略を用いて、 甘子勝久の籠もる末市場を攻撃。山中高生を捕虜とし、勝久を敗走させたのである。その後、高生は暴略を用いて脱走。元気2年、1571年、父、元成が死去すると、その後を継い直い、毛利輝元、龍玄の嫡男を、弟の高影と共に補佐する役目を担った。しかし元春に敗れた天子勝久らは、 中央で勢力を拡大していた織田信長を頼り、その援助を背景にして抵抗を続けるようになる。また、天正四年1576年に最後の室町幕府将軍である足利義明毛利氏を頼って、貧乏国共に下校すると織田氏との対立は決定的となる。天正五年1577年からは織田信長の命を受けた織田氏の重心。 橋場秀吉率いる中国遠征軍が、はり国に侵攻する。元春はこれを迎撃し、天正六年、1578年には、天子勝久や山中康生がこもる高月城を攻撃し、天子勝久らは降伏指示人。宿敵、山中康生も処刑され、天子最高軍の動きを止めた、高月城の戦い。 その後も元春は、織田軍と各地で戦い続けたが、天正八年、1580年には、三木城が落城し、城主の別所長春は自害。そして、備前国の浮田直家や法規国の南城元次が、織田家に組みし、文後国からは、大友総林が、織田信長と交応して、毛利領に侵攻。天正九年、1581年には、稲葉と鳥取城で、 吉川一族の吉川教家が自陣するなど、もう家は次第に劣勢となる。天正十年、1582年、清水総司らが立てこもる備中高松城が、橋場秀吉に攻撃されたため、元春は、照元、高影らと共に救援に赴いた備中高松城の戦い。しかし、秀吉の水攻めによって、積極的な行動に出ることができず、 また、秀吉も、元春らと戦うことで被害が拡大することを恐れて、迎撃しなかったため、戦線は、膠着状態となる。そのような中、6月2日に、織田信長が、明智光秀の謀反で死亡した、本能寺の変。橋場秀吉は、本能寺の変を、毛利側に隠しつつ、毛利氏への武将のほとんどが、調略を受けていると、毛利氏の外交像を、国地へ家に知らせる。 これで毛利側は疑心暗鬼に陥り、和睦を受諾せざるを得なかった。結果、備中高松城は解除し、清水総司らは切腹。織田軍は備中国から撤退した。なお本能寺の変を伝える知らせが毛利方にもたらされたのは、秀吉撤退の日の翌日で、キ伊の西が州からの情報であったことが、吉川広家への覚え書き、暗文から確認できる。 川澄大公記によれば、元春は、この際追撃を主張したが、高陰に制止されたという。一方で、吉川家文書では、両名が、追撃は無謀であり、失敗すれば、毛利は次こそ滅ぼされると懸念し、光秀で討伐に引き返してゆく秀吉を見逃したと記述されている。天正十年、1582年末、家徳を、着難の元長に譲って隠居した。 これは、秀吉に仕えることを嫌ってのことであるとされている。そして、吉川氏一族の石氏の治めていた地を譲り受け、隠居館の建設を死した。この館は後に、吉川元春館と呼ばれたが、元春の存命中に完成することはなかった。その後、毛利氏は、秀吉の天下取りに協力し、天正十三年、1585年、高影は積極的に、 秀吉の四国征抜に参加したが、吉川軍は、元長が総大将として出陣するにとどまり、元春は出陣しなかった。天正十四年、1586年、天下人への道を突き進む豊臣秀吉の強い、要請を受け、弟の高影、老井の照本らの説得により、隠居のみでありながら、九州平定に参加した。しかしこの頃、 元春は可能性炎症、癌ともに体を蝕まれていた。そのため、出生先の武前小倉城にのまるで死去した。去年57。元春は熊谷信直の娘、新城局を正室にめとり、生涯即室を数かずむ男二女の子だからに恵まれた。この正室の新城局は不美人であったという逸話がある。千羽の陰徳太平記巻16。 元春、宿間街信直の女事によると、小玉成田田が演壇を進めた際に不美人と評判だった熊谷信直の娘を元春原望み、驚いた成田が確認すると、信長の娘は醜く誰も結婚しようとはしないので、もし元春が目取れば信長は喜び、元春のために命がけで尽くすだろうと話したとある。この嫁取りは勇猛で知られる。 熊谷信長の勢力を味方につけるための、勢略結婚であったと言われているが、その一方で自らを助色に溺れさせないように、戒める意味もあったとされている。しかし、そのようなこととは、無関係と思えるほどに、夫婦仲は円満で、元春とその娘との間には、吉川元長とも折元氏、吉川広家ほかが生まれている。その吉川広家をたびたびめた際は、 夫婦連盟で書状を送るなど、新状局は、吉川谷中では、両妻賢母であったようである。ただ、武田光一に嫁いだ、信直の妹は、絶世の美人ということであり、おばと名で養殖が、そこまで違うのかという疑問もあり、本当に不器量であったかどうかは不明である。吉川広家が存命中に成立した可能性がある。安政軍作には、元春、夫人、 熊谷氏の器量が悪かったとの記述はない。しかし香川正則の陰徳期に器量が悪いとの記述が現れ、陰徳大平記に継承されている。一説によると放送をやんだせいで顔が見にくくなり、信直はこれを理由に婚約を辞退しようとしたが、元春の側が、そのような理由で約束を違えるのを潔しとせず、結婚したとも言う。なお、あえて不美人を目取った逸話としては、 諸葛公明の余命選びがある。資料に要望の記載がなく、後年の作品で不細工とされたのは、高等の例がある。病による要望悪化を承知でめとった例としては、明智光秀や高橋正雲にも同様の逸話がある。以上のように歴史上において、類似の逸話が多く、実情については不明である。大平記は、 南北朝期の騒乱を描いた軍記物語で戦国時代の武人にも広く愛読された。天腰討伐の陣中で元春は太平記40巻を書写し、これは現在に吉川本として伝わっている。吉川本太平記は元春自身が書写したもので、現在は財団法人吉川法、伊佐岡井の所有となっており、岩国市の吉川資料館が保管している。 大平記本文はカタカナマジリで古い形式をよく伝えている。奥書きの主筆によれば、吉川元春が第一冊を A66 年1563年12月に筆を下し、その後各巻の書写を行って A68 年1565年7月に第三十九冊の書写を完成したとしている。別に自筆の大平記、目録一冊もある。 大平記には多少の遺本の存在が認められ、そのうち最も原作に近いと認められていたのは、神田大平記であったが、神田本には14巻の結出があった。吉川本は、神田本に近い内容を有し、しかもほぼ全巻を完備していることから、古典文学研究所を極めて貴重な資料とされる。昭和34年、1959年12月18日、 国の重要文化財、書籍に指定された。吉川元春館跡は、巨城、日野山城西南の麓に所在し、市寺原川の貸し団球場の感謝面に、築造されていた。川が堀の役割を果たしており、西側の山に、菩提寺の海王寺跡がある。これまで、石垣、土塁、掘った手柱建物を中心とする、屋敷、庭園を確認している。 屋敷からは、建物の他トイレ以降二木が検出されている。また、大溝からは、金閣紙と、ハエウタンがたメこれを作るものなりと牧書された木の札。以降外からは、氷砂糖と牧書され、氷砂糖の容器と考えられる円形の木の蓋。かかいへ、お母様へと書かれていることから、元春の妻に当てられたであろうと考えられる木製の、ニフラなどが出土している。 昭和61年、1986年8月28日に、吉川市許可跡として、小倉山城、駿河丸城、日野山城と共に、国の史跡に指定された。屋敷や庭園は一部復元はなされている。日付は、旧暦、明治5年、1872年12月2日まで、適用。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。